ジェイソン・ヒューズはイギリスのレーシングドライバー。2003年から2008年まで英国ツーリングカー選手権に出場したカートワールドレーシング自動車レースチームのオーナードライバー。1999年 BRSCC フィエスタチャンピオン。2003年からプロダクションクラスに日産プリメーラで参戦しシリーズ11位に入り、翌年からは メインツーリングカークラスの MGZG で2008年まで参戦を開始した。2004年のメインツーリングクラスに進出し、MGZS でレースを行い、17位でフィニッシュ。彼は2005年に部分的なシーズンを過ごす、スポット参戦ながら出場したレースで前線ポイント獲得。2006年にはフルスケジュールの実行に戻る。シーズンの後半、ヒューズは 通常のガソリンの代わりにバイオエタノールで走るように MG を改造しフィオナレグゲートに代替燃料の使用に参加。2006年9月3日にヒューズはスコットランドのノックヒルで4回目の最高の結果を獲得。しかし次第に成績は低迷。ヒューズは2007年もバイオエタノールを使用した MG を運転し続け、レグゲートは2台目の車に乗りました。 チームは問題に悩まされていたが、ヒューズは総合ポイントを数回獲得し、両方の車がインディペンデント選手権で得点した。2008年、ヒューズはベテランレーサーのデビット・ピンクニーからホンダ・インテグラを購入することに同意したが、スポンサーは支払いを怠り、ミッドシーズンにエンジンのアップグレードを受けた MG を続けることを余儀なくされた。2008年をもって、 BTCC から撤退した。その後2009年に再び参加したが、膝の手術からの回復中に最初の2ラウンドを逃し後のシーズンも逃した。2010年シーズンは不参加。ありがとうございます。